では両チームのスターティングラインナップ、まずはホーム金沢ですが、ゴールキーパー白井、ディフェンダー右から松田、広井、庄司、長峰、そして中盤はボランチの位置、そこに藤村、右に小野原、左に今季初先発のストーが入りました。トップ下には島田慎太郎、ツートップ杉浦と林のコンビ、控えのメンバーはご覧の通りです。一方の横浜 FC、 ゴールキーパーブローダーセン、ディフェンダー右から中村拓海、岩竹、ガブリエウ、そしてボランチにはハイネルと和田、ウイング右に伊坂、そして左に山下亮也、山下は今日 J2 通算100試合の節目の出場となります。シャドウ右に小川、左に長谷川、ワントップサウロミネイロ。立ち上がりの10分はご覧になっていかがですか、印象として。そうですね、まあ、お互いにやっぱりボールには、ね、厳しくプレッシャーかけてるなという印象ですね。ただその中で横浜 FC の方がこう前の選手がリード的に動いて攻撃をかけてる印象もあります。伊坂全員からゴール、最後は小川航基。立ち上がり11分のところ、横浜 FC 先制です。1対0。点を変えてのクロスね、伊坂善一選手からのクロス、小川航基選手ですけれども、まあ、揺さぶって裏を狙っていう雰囲気も出しておいてね、ここで大きく揺さぶってまたここからこうカットインからのクロスですよね。もうその間に小川航基選手動き直してますので、はい、ボールから逃げていく遠いサイドの方で待ち構えて、そこにねこうあうんの呼吸でねボールが来ると、ここも狙ったプレーですよね。左長峰、ボールの支配率、シュート数、パス数が画面左上出ていますが、この数字は想定内でしょうか。さあこれが通ればダイレクトでいくが、ここはミートしませんでした。最後杉浦恭平、長峰のロングスロー、セカンドボールダイレクトで打ってきた、ブローダーセンキャッチ、かなり距離がありましたけれども、小野原ダイレクトに打ってきました。ゴールキーパーブローダーセン、ナイスセーブ。枠も捉えてましたかね、ちょっと勢いがなかったですけどね、距離もありましたんで枠はしっかり入ったかもしれないですね。左に流れてマイナスのボール、長谷川、中村に上がってきています。坂全員はこの後得意のエリア、ロングシュート思い切って振ってきました。このボールを奪って長峰、上はありません。さあ長峰ゴール前、右に展開、ガブリエウの長い足こぼれたところ、さあ島田、平松左足、ここは人数をかけて横浜 FC ゴールに襲いかかりました。ゴールに向かうボールを蹴り込んできます。さあ向こう側蹴った、これはサイドネット、松田陸。さあそして左サイド上がっていく金川、左足クロス、ゴール前、まだあります。細かいパス交換から長谷川、マイナス戻す、そして入ってくる中村拓海、ゴールキーパー白井、ファインセーブ、立ちはだかります。左足低いボール、トヨタをそらして、いやこれは決まった、同点決まった。豊田から最後は庄司ほのや、そして右足一戦、1対1、フリーキックのチャンスですよね。ここまたニアで豊田選手しっかり取らして、このね、まあ、サルミネ選手一度クリア仕掛けてるんですけど、そのこぼれにしっかり庄司選手もね反応して、ここいいところに来ましたしね。今日の入場者数が今画面出ています、11,859人、今季最高の観衆が見守る中、長峰から岩城、枠の上、
さあ目安の3分台に突入です。後半アディショナルタイム。武田長いボール背中に当たって白井がキャッチ。ここで長い笛、試合終了。1対1、スウェーデン金沢と横浜 FC の一戦は1対1ドロー。